皆さんこんにちは、インストラクターのまなみです。今回は反り腰の予防改善のためのヨガのポーズストレッチをご紹介していきたいと思います。皆さんもぜひお時間ある時にやってみてください。それでは早速始めていきましょう。四つん這いになっていきます。四つん這いになったら肩の真下に手首が来るようにまずは置いていきます。右の足裏、手と手の間に入れるようにしていきましょう。右の膝、真下にかかとが来ます。左の足は後ろに少し伸ばして、足の甲、寝かせられる方は寝かせます。辛い方はつま先立てていただいて大丈夫です。さあ、それではここからいきます。骨盤をしっかりと正面に向けるようにして、左の前ももが伸びているのを確認していきましょう。このままでももちろん大丈夫です。できる人は両手右膝の上に置いてみましょう。で、腰が反らないようにおへそをクッと引き入れるようにしながら上半身を起こしていきます。なるべくお尻の左右の位置は平行を保つようにしていきましょう。さらにバランス取れそうな方は両手を上に伸ばしていきます。さあ、ここで呼吸繰り返していきましょう。頭頂は上に引き上げて、おへそはスーッと長く、吐く息で左の骨盤を前に少し押し出すようにしながら、前ももがさらに伸びていきます。さあ、ここで呼吸繰り返しましょう。鼻から大きく息を吸って、でゆっくりと吐いていく。肩の力は一つ抜きます。鼻からゆっくり息を吸い、お尻の左右の位置もう一度確認して、骨盤まっすぐ正面になっているか。ラストもう一呼吸。それではゆっくりと両手を床に下ろしていきます。お尻を後ろにゆっくりと引くようにしながら、右のもも裏、膝裏を伸ばしていきましょう。つま先もクッと天井に向けるようにして、そして丸くなってるこの背中をしっかりと伸ばしていきたいです。で、この反り腰になりやすいこの腰の部分がこう丸っこくなっていくので、ここをしっかりとちょっと伸ばすようなイメージしていきましょう。ふーっと伸ばしていきます。吐く息が来たら一度ちょっと緩めましょう。吸って背中長く伸ばして、お尻をちょっとプリッと後ろに突き出すような感じ。吐いてちょっと緩める。吸って長くラスト伸ばしていく。はい、そしたら右の足裏マットに下ろしていきます。両手のひらももう一度床に下ろして、足後ろに引いていきましょう。反対の足も行っていきます。左の足を前に持っていきましょう。膝の下にかかとがきます。右の足は少し後ろに伸ばして、足の甲を寝かせられる方は寝かす、辛い方はつま先を立てる。そして骨盤まっすぐ正面に向いていることをまず確認していきます。このままの状態でもいいし、いける人は両手膝の上、そして体上半身しっかりと起こしていきます。さらにバランス取れそうな人は両手を上に持ち上げて、鼻からゆっくり息を吸って、吐く息で骨盤がぐーっと下へと沈めていくようにしながら、右の前もも伸ばしていく。腰が反らないようにおへそ軽く力キュッと入れておきましょう。鼻から大きく息を吸って、右の足をどん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 後ろに長く伸ばしていくようなイメージ、けれども左の膝はずれていかないように気をつけていきましょう。さあ、次の吐く息が来たら両手を床に下ろします。お尻をゆっくりと後ろに引くようにして、左のつま先キュッと立てて、
もも裏、膝裏、ゆっくり伸ばしましょう。丸っこくなってる背中を吸う息でスーッと伸ばしてあげて、吐く息が来たらちょっと緩める。吸ってまたお尻をプリッと後ろに突き出す。お尻のこの座骨ですね、硬い骨をちょっと後ろにぐーっと押し出すような感じ。そして背中も長く吐いてちょっと緩める。吸って後ろにお尻突き出し、背中長く腰骨頑張って伸ばします。吐いて緩める。ラスト一回吸って吐いて足裏マットです。四つん這いに戻ったら一息、はい。そしたらこちら以上で、反り腰の方の予防改善の、ヨガのポーズ、ストレッチになっていきます。ぜひ皆さんも無理のないように行ってみてください。それでは終わっていきます。ありがとうございました。